こんにちは、チョメです。今日が最後のドライブコーナーになります。これで全コース走ったね。よーし、終わりや。次何の放送やろっかな。何の放送っていうか、何のコーナーを。バトルやる。バトルのドライブコーナーやる。まあ、こんな感じでね、適当に走ってるドライブコーナーだけどね。これいつもこうやってアウトからドリフトしてるわ、自分。軽量やったらもうちょっとインついてもええような気もするけどね。こうやってジャンプアクション出したらなんかジャンプアクションができる。で、軽量のメリットは、ここも走れるからね。ちょっと失敗しちゃったけど。じゃあね、ドライブコーナー行こう。ここで尻尾使った。おお、星が見えるね。今回の収録時間めっちゃ短くなりそうや。ドッスンに潰されてみよう。ここ本当は4体ぐらいあったからね。で、こんな感じでなってね、ドッスンにぶつかったらね、こんな感じでクラッシュするからね。で、コインも回収できるね、こうやって。あ、ちなみにね、昔はね、ここか。ここでさ、こうやって行く人おったね、こうやって。ぶつかれこんな感じで。で、真ん中も一応キノコなしで行けるのは行けるんだけどね、これ。軽量でも。行けるよね。行けないのかーい。あんま加速はついてなかったわ。こんにちは、チョメです。右から抜けれるっていうのを見せましょう。タイミングよく落ちてきて。オッケーオッケー。こんな感じでできます。ジャンプアクションとかせん方がいいかもしれんね。さあ、どうしましょう。あ、逆走コーナーしましょう。逆走コーナー。で、逆走コーナー。まずは、あれが、加速が弱かったから、使うと。どっちから落ちてくる？難しくね？あー、ちょっとドリフト早かったわ。直線だから直線しとけばよかったわ。参ったなぁ。ここはないのか。なんか、変な感じにドリフトしてしまうの。これは？こうなるんだ。ここで詰まるんだね。なるほど。あ、もうキノコ使っとくか。あ、逆走コーナー終わり。じゃ最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。あ、一応ここでキノコを使ったやつを見せるか、ここね。キノコ。ここ。キノコで一応できるんだけど、別にショートカットではないと、こんな感じでできます。